秋の全国火災予防運動が始まった9日、松山市消防局は松山市内最大の石油充填場のコスモ松山石油松山工場で石油タンクローリー10台を抜き打ち検査しました。おはようございます。消防です。立ち入り検査ご協力お願いします。抜き打ち検査は事故防止や発生時の被害拡大を抑えるため毎年行っています。9日はガソリンや重油などを積んだタンクローリーを検査場所まで誘導し、車両の設備や危険物の貯蔵状況、消火器2台を設置しているかなどを一つ一つ指で指しながらチェックしました。また乗務員が危険物取扱者の資格を持っているか、必要な書類を備え付けているかなどを確認しました。今回の検査では法令違反は見つかりませんでしたし、維持管理状況もしっかりと維持管理していただいているといったのを確認することができました。これからもですね、法令遵守はもちろんのこと、安全第一を目的として運行に努めていただきたいと思います。